こんにちは、ライムです。皆さん、ブレオダ、楽しんでますか？はい、ということで今回は、今、キャンペーンとして、300万ダウンロード記念キャンペーンとして、熟練の書も、プラス12項がね、消費量が下がるっていうキャンペーン、それから、勧誘した時の背景確率が上がるっていうキャンペーン、2つやってるんですよ。なので、そのうちね、昨日、勧誘30回動画ね、30回やってみたっていう動画アップして、今回はもう片方の熟練度上げをやってみようかなと思います。で、具体的に今回どれぐらいやるかっていうと、一応500枚用意してきた熟練技能書、熟練技能書、この500枚を使ったらプラス11から、まあ、つまりプラス12だよね。プラス12からどれだけ上がっていくのかっていうところをちょっと見てみようかなと思う。これ500枚使ってどれぐらいだろうね。多分お金もこれでぐらいあれば足りるんじゃないかなっていう目論みではあるんだけど、仮にお金がね、効果が尽きてしまったらそこで停止ですけど、とりあえずこの500枚行ってみたいと思います。はい。で、この500枚用意してるけど、途中でね、そのどれぐらい成功するかもわかんないから、結果的に何回やるかっていうのもわからないので、とりあえずこの500枚で勝負しようかなと。はい、いきます。14%だからね。もうまず、まあ 14% の壁はとりあえず乗り越えたと。で、こっから次が、あ、次もマナー8だね。はい、OK。あ、すごい、運がいい。運がいい。次 13% だね。運が良かったね、今のは。13% 一発で乗り越えるとは思わなかった。すまない。予想しとこうか。どれぐらいいこう。17は行ってほしいね。17は行くんじゃない。17は行く。多分17だと思う。でもまだ成功確率ここでも 13% だったね。すまない。17は行くっしょ。すまない。皆さんお気づきですか？もう100枚使ってる。早っ。早いよ、マジで。こんな早いんだ、消費 されていくの。お金はでも足りそうだね。もう10枚ずつ使ってんのか。うわー、上がんねえ。よっしゃ、15。これリヴァイ使ってる方も多いと思うんでね、リヴァイがどれぐらいの戦闘力になるのかっていうところも。あお、すげえ。もう次で17いっちゃうわ。17だったらまだ余裕か。あと323枚残ってる。17はいくな。これ、18か。18かな。ここから全然上がらない、沼にはまる可能性は全然あるんだけど、確率なのでね、あくまで確率の話だから。これまだ9分の1ぐらいってことだよね。やばい、ゴリゴリ減ってくよ。お金と、お金と技能種がぐんぐん減ってくよ。やばい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 。ここでもう100枚ぐらい使っちゃったね。えげつないな。やばいな、ここハマってんな。ここハマってるわ。やばいやばい、ハマってるハマってる。やばい、超ハマってる。ここまずいな。よし、17。 OKOK、 17、 一体17。次18だね。18は技能書13枚使うね。やばい。だからもうあと残りのチャレンジはあと11回しかできない。最大11回。すまない。最大11回。あと10回。お金は足りそうだ。すまない。あと9回だね。すまない。あと8回。確率的には多分このあと7回あれば1ぐらい上がると思うんだよね。よっぽど運が悪くなければね。すまない。
まずいっすね。まずいっすね。いやー、まずいよ。これまずいよ。あと4回やばい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 。やばい。うわー。やばい。死ぬ。ラスト。うわー。うわー。うわー。なるほど。結果は、僕の当初の予想、一番最初の予想の17回ぴったりだったね。まあ、これが現実か。プラス11から17。まで上げるのにね、まあ、あれは使ってないけどね、上級技能書は使っていませんが、普通のやつ500枚使って、まあ、これぐらいっていう確率だよね。キャンペーン中であっても別に確率がアップするわけじゃないからね、このキャンペーンね。ただ使う数が減るというだけのものにはなってるんですけど、まあ、一応ステータス見ようか。こんな感じだね、リヴァイね。プラス17の限界突破プラ2回してる状態でこれっていうことですが、まあ特別、まあ戦闘力上がったとは思うけど、まあこれだけやって3万4000だからね、まあ、ビビたるものといえばビビたるものっていうところですね。はい、ちょっとこれどうなんだろうね。これきついよね。これキャンペーンがさ、このキャンペーンもとりあえず今回が初の試みということでしたが、おそらくこの感じだと、毎月、まあ何らかの、まあ、キャンペーンにかこつけてやってくれる可能性はあるんだけど、それでも、こんだけお金とかね、まあそれから素材を使って500枚使ってもこれぐらいしか上がらないことを考えると、他のキャラとかさ、キャラ全体育てていくのって相当大変だよね。自分のさ、メインキャラ、前衛後衛あって、まあ、そこでメインキャラ、まあ、6人いて、で、さらにサブ編成のことまでね、今後は考えていくとなると、12以降の育成って相当大変だよね。だから僕は今のところですけど、とりあえずサブ編成とかね、メインの、前衛後衛も含めて、全部プラス10ぐらい。目指して、まあこういったキャンペーンの時にプラス12以降に育てていこうかなっていう方針で一応やっていこうかなとは思ってるんですけど、うん、まあこんだけ上がらないとなると、キャンペーン以外で、まあプラス12以降のキャラはね、熟練度上げしない方がいいと思うね。うん、普段であればだってね、今回キャンペーンだから8枚しか使わないけど、普通の通常の状態であれば24枚とか使うわけですよ、1回で24枚、25枚。とてもじゃないけど、割に合わないよね。割に合わないと思う。素材の数とお金の数がね、全然。ということで、まあ、皆さんね、もうとっくにやってるよっていう方もいらっしゃるでしょうし、まだまだこれからね、熟練度上げしていこうと思ってる方も、まあ、いらっしゃると思うんですけど、こんな感じです。500枚あってもこんな感じなので、まあ、過度な期待はダメだよということ。逆に、このキャンペーン以外でプラス12個上げようと思うのは結構地獄だと思うので、まあ、次のキャンペーンまでね、まあ、今回のキャンペーン存分に活かして、このキャンペーン終わったら次のキャンペーンまで待つというスタイルがベストなんじゃないかなと思います。といったところで今回の動画はここまでで終わりたいと思います。参考になった、面白かったぜって方はぜひチャンネル登録、そしてメンバーシップ登録ともよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。